23号機 SS 1号が見えてまいりました。 C11123 号機は1947年に滋賀県の工作鉄道の発注により日本車両製造で作られました。工作鉄道で営業運転をした後、1957年から北海道の湧別炭鉱鉄道、1970年から釧路開発埠頭にて貨物車を牽引しておりましたが、1975年に廃車となり、日本鉄道保存協会にて携帯保存されていました。2018年に東部博物館が日本鉄道保存協会より譲り受け、2019年から状態保存をすることを目的とした復元作業を始めました。蒸気機関車を胴体保存用として復元するのは大手施設で初めての試みです。車両番号の由来ですが、2020年に東武鉄道が創立123周年を迎え、この123周年が SL 事業の転換期を迎えた年であることに加え、国内で唯一同一形式の車両による単一体制となることから、ホップ、ステップ、ジャンプと将来に向かってさらなる飛躍を車両番号で表現すべく C11123 号となりました。将来に向かって1、2、3と力強く助走して飛躍していくシンボルとして、他の C11207 号機、C11326 号機ともに力強く推進していくとの思いを込めております。それではご用意お待ちいたしました SS1 号の登場です。会場に入る前にここで一旦停止をしてから SS1 号を入線いたします。また SS1 号機の大きい季節の音が鳴ります。そのため小さいお子様は驚いてしまうことがございます。保護者の皆様は特にご注意ください。 SS1 号の季節は約3キロの先まで聞こえておられております。それでは SS1 号を右回りに180度点灯します。希望の合図です。それでは回転が始まります。停車台には3回回転が停車いたします。その後 SS1 号が奇跡を流します。 SS1 号は皆様の正面に比べたラッキーですね。ぜひ皆様お好きな方で撮影をお楽しみください。本日の SS1 号は C11123 号機で運転をしております。この間の奇跡は爆破の合図です。車を使いますとアクセルを離しますということです。
暴力による加速な暴力による減速マークセールが蛇行に成功している事態のことを蛇行運転と言います。皆様ご存知のように SL は石炭とお水で動いております。石炭はおろそありません。お水はもちろん1個塩水です。石油会社用には石炭は約3トン、お水は約500円5点まで釣ることができます。トラの一つは係りを売るときの合図です。お水の使い室は透明に厚い日はどれぐらいなんでもと皆様は思いますか。50から65またはそれ以上の役が言われております。その時皆様は全室で応援していただきますと SL 会事号機関士さん機関助士さん秋さんを教えて元気が予定しておりました。ぜひ皆様は元気に手を振って SL 会事号機関士さん機関助士さんへの応援をお願いいたします。連結の合図です。これから SL 大使は各社と連結をいたします。その時にただいまの連結の合図を聞くことができます。ただ本日は SL 大使 C11-123 号機の記念すべき映像用途のレビューとなっております。次 C11-123 号機の記念すべきレビューを皆様目に焼き付いておいてください。それでは、始動の回転が終了いたします。当社を固定してから、お風呂始動を出発となります。 C11-123 号機は、本日2024年の4月18日に営業運転を開始となっております。うわ、やばすぎる。出発いたします。次の1号線を中心に頑張って走ってください。いってらっしゃい。皆様ぜひ次のお見送りをお願いいたします。本日は暑い中またお忙しい中駅を登場ご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回は皆様のご乗車を心よりお待ちしております。ただ本日昨日の予定と特急車あたりにおきましては、SL 会場 C11-123 号機の営業予定開始記念乗車券を発売しております。お求めのお客様は今の間にご覧の特急車両でお越しください。本日はご来場誠にありがとうございました。青いやつつけるね。じゃあ、そうそう。